めっちゃノロノロ歩いとったらこんな時間になっちゃった。よいしょ。こんばんは。お待たせしました皆さん。ああ、ちょっと待って、喉乾いたのでお茶飲みます。こんばんは、グッデイ。やあ、こんばんは。今日は可愛く髪の毛をセットしてもらえたので、とてもいい感じに開封配信ができます。ではでは、皆様お待たせいたしました。今宵の配信を始めていきましょう。テロップ。テロップ、テロップ。うん、また。以上。マクドキティ開封していくよ。よし、こっちの方も。5分遅れ ?3 分から始まったのか。ちょっと3分重量伸ばしますね。よいしょこしょ。ハローキティ、こんにちは。え、これもう一個さ、キティちゃんあるんやけど、もう一個のキティちゃんはねピンクなんですよね。どうしようかな、ピンクも似合うかな、ピンクも持ってきてみようかな。ちょっと持ってくるわ。スクショタイム。プルプロン、プル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 。インスタの上げたやつは土壌すくいまんじゅうです。大正解。じゃーん、こっちのキティちゃんもある。じゃあちょっと黒みも、黒みも今日はキティちゃん仕様で。では、開けていきたいと思いまちゅ、思いまちゅ。こんばんは。リップを、リップを塗ろう。今めっちゃオレンジだから、オレンジじゃなくて、この配信はちょっとピンクのリップがいいなぁ。思いまーち。それではやっていきます。じゃあ第1弾からねやっていこう。でも待って、第1弾と第2弾の区別がちょっと分かんなくなっちゃった。確かピンクと赤の袋が
第一弾だったと思うんですよ。多分確かそうだったよね。これが第一弾。これはあの皆さんが力を合わせて送ってきてくださったものです。こちらが第二弾。ではでは、湯作りと揚げていきましょうか。あ、ちなみに今出てるキティちゃんはこんな感じのラインナップになっております。まずね、紹介しましょう。まずね、地引きできたのがこのクルーキティちゃん、 STU キティちゃんと、このダルメシアンキティちゃん、これは私が地引きしたやつ、自分で引いた3つです。で、この2つはファンの方にいただきました。これもね、一番最初に届いた2匹、もうこれは開けちゃった我慢できずに開けちゃった2つです。じゃん、こんな感じです。ここにじゃあ引っ掛けて、ラインナップは引っ掛けてやっていきたいと思います。ふう、じゃあまずはどっちから行こうかな。ピンクか赤。じゃあピンクじゃなくて赤から行きましょう。少ない色の方から。じゃあまず一つ目、全何個あるかもう忘れちゃった。全員数えていこう。まず一つ目、触り心地で、お、なんだろう、頭に何かついてます。頭についてるのが多分リボンじゃない。はい、え、ちょっと待って、私当ててみよう。はい、みんなに先に見せる、こちらです。どっちが正面？あ、こっちが正面。え、待って、これさ、え、制服キティちゃんじゃない？え、待って、制服キティちゃんじゃない？違う？あの JK キティちゃん、見てみます。せーの、はい、待って、これめっちゃ欲しかったやつ。え、待って、んあれ、私のカバンのさ、カバンの、待って、これじゃない？もうほぼこれにつけよう。私の最近ゲットしたキティちゃんバッグのこれじゃん。確かにキキキティできるようになりそう。じゃーん、1個目はパールです。え、これ欲しかった、わーい、ほぼ一緒。カバンにつけよう、カバンにつけよう。というわけで、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、じゃん、仲間入り。すごい、これはなんかね、そう、一個一個のキティちゃんにちゃんと名前がついとって、これはパールちゃんです。パールちゃん、最初に一番欲しいの手に入れちゃった。え、でもね、私にはね、あ、まだまだね、一番欲しいっていうか、もう全部ゲットしたいんですよね。願わくば全部ゲット、願わくば全部ゲットよ。でもそれはさすがにかなわんけん。ここに並べてった方がいいのかな。マツケンさんのとこに並べていこう。よし、じゃあ今日のこの配信で出た子たちを並べていこう。
でももう嬉しいことにたくさんキティちゃん送っていただけたので大満足です。はい、まず一人目パールちゃんでした。わーい、わいわーい、パールキティをゲットしました。ちょっとマツケンさんの主張が面白い。あ、待って待って、思ったように思ったようにくっついてくれん。ここか、あ、ここだな、見つけた、いい場所、ここだ、来た、これだ黒み、黒みに頼むわ。はい、まず一つ目はパールちゃんでした。かわいい。ではでは、次の赤いやつでいきます。ぴょん、もう私はキキキティしていきますんで、これからでも当たってましたね。リボンじゃない、リボンじゃない、え、待って、すごい、あのちゃんとブラインドにしてくれてる、あの袋オン袋にしてくれてるこの方、梱包を。マツケンさんも驚く、一瞬キティの姿だった。え、待って、なんやろう、でもなんか今でも白か、全部白かキティちゃん、触った感覚、あ、これリボンですね。リボンの他には、これリボンの他になんかついてるタイプかな。あ、え、なにこれ、あ、待って、着物キティちゃん、絶対そう、着物でしょ、着物着てるでしょ、浴衣？え、着物？どっちだったっけ？かわいい。かわいい。かわいすぎる。なんかさ、私最近さ、ドンキのね、ドンキのあの海外の方向けのなんかドンキのいろんな、なんかキティちゃんが洋服とか、あ、洋服じゃなかった、着物とかメイドとかを着てるキティちゃんのグッズ可愛いなって思いよったんよ。可愛い。マイメロでやんすって感じ。マイメロでやんす。マイメロでございやんす。かわちいです。じゃん。着物キティちゃん。え、可愛い。いいね、いいね、いいね、皆さんありがとうございます。赤は全部開きました。続いてピンクちゃんいきたいと思います。え、かわいい、かわいい。え、そう、なんか激アツなんよ最近キティちゃん。なんかね、あのね、本通りのね、ドンキホーテのところになんか多分海外の方がお土産買う時に来るゾーンみたいなところがあって、めっちゃキティちゃんのなんか日本のサンリオショップには売ってない感じのなんかゴリゴリ着物着とるキティちゃんとかのマグネットとかなんかトートバッグとかあのキティちゃん可愛くないと思って、今度じっくり見ようって思った。メイド服着てるキティちゃんとかあったの、そんなん可愛すぎやん。というわけで、2つ目です。2つ目でやんすじゃあ続いてピンク色の第1弾の袋のピンク色のやつを開けていくでやんす。そうそう、キティちゃんが50周年だったの。お、待って、これ本当にガチの未開封のやつ入ってる、ガチ未開封が入ってる、すごっ。ではでは開けていきまーす。あ、これ多分袋オン袋にしてくれてる方だ、ありがとう。じゃあ袋オン袋、
すごい真心。写真のポケットアルバムでキティちゃんバージョンカメラ屋さんからもらったことある。へえ。 From Happy Meal マクドナルド Yes。 でもね、海外のね、海外のなんかハッピーセットみたいなのでキティちゃんがあるらしくて、なんかそのやつはなんかこうカゴ、キティちゃんの顔のカゴみたいなのがあって、なんかマックのハッピーセットを、ハッピーセットをなんかこう綺麗にそのキティちゃんの箱の顔のバッグに下げて持ち運べるみたいな、なんかそうハッピーセット用バッグみたいなのがつくらしくて、海外のマクド。めっちゃ良くない？可愛いよね。では行きます。まあまずね、触り心地いきますね。はい。お、え、リボンじゃないかも。わあ、コンジー、コンジーさん700回目の訪問ありがとうございます。嬉しい。すごい、なんかさ、いつも来てくれる方がすごい切り番な切り番なことが最近多い。これからもよろしくね。袋オン袋え、これなんやろ、これなんやろ、これリボンじゃなくて、これなんや、あ、うん、蝶々、あ、え、本当に蝶々じゃない、蜂だ、蜂、蜂、蜂じゃない、蜂キティちゃん。え、でもそんなことある、蜂ね、わっ、え、すごくない、私当てたよな、かわいい蜂決め手はここ、決め手はここ、かわいい蜂の巣ダンス。あ、こんにちは、ありがとう。かわいい、ね、かわいすぎる、君かわいい、しかもなんか縁起のいい色だもんね。あれできそうな、あれで、それでこれなキティちゃんが出ました。はい、ブー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 ンチクって感じです。かわいいんじゃけど、テントウムシだった、ここ、かわいいね、かわいいね、うん、かわいい、君かわいい、色味的に分けてこう、ピンク系のトライロキティちゃんでした。かわいい、ビービーキティー、ありがたやー。え、私結構当ててるくない、当ててるくない、これのクロミちゃんバージョンとか出たらやばいね。じゃあいきます。なっちゃん、誰かからキティちゃん買ったの、もう売ってないもんね。ファンの方が送ってくれたんです。嬉しいよね、私のためにハッピーセットを食べてくれたんです、みんながで、それを届いたのを今日今一挙大開封しております。今のところノーカロリー、確かに一挙大開封中。ではでは、開けていくよー。またもや袋オン袋さんです。これは第1弾です。そう、第1弾とかのやつが今届き始めて、第2弾も届いて、今多分全部届いたんかな、送るよって言ってくださってた方が。そう、はい、え、そう、私淡路島のキティちゃんの行きたいんですよね。なんか淡路島のなんかキティちゃんのあれはなんなんやろ、施設があって、なんか自分でキティちゃんに色塗り体験みたいなのができるらしい。やりたすぎー。
引き出すに。ではでは次も当てていきましょう。はい。お、ちょっと待って。なんだこれは。なんだこれは。え、なんかさ、耳が丸いですか。耳丸くない？分かってしまったかもしれん。クマじゃない？クマのなんか、クマの着ぐるみのやつじゃない？なんか耳丸いもん。違うかな。クマやん、クマやん。ちょっと今怖い怖い。これクマやん、ストロベリー、クマやん、ストロベリーベアー。わーい、イエイエイ。今日はいちごの日なのでストロベリー当たりました。見てってなっとる、このキティちゃんコッってなっとる。今回のねハッピーセット、こういうの結構あるらしくて、こなんかこう多分右フック、右フック受けてますね。これボーンって、これもこうやってこうやってね、綿をね動かすんよ。私あのぬいぐるみ職人やから、ほらこうやってやったら、ほらちょっとちょっと良くなる。え、なんかこのキティちゃんなんか残像悪くない？なんか目ん玉に残像がある。なんかうんみたいな。かわいい、個性だねこれも。かわいい、逆にこういうのがレアなんだよ。かわいい、ストロベリークマちゃんゲット。あ、多分右フック受けてゴンでの衝撃でフンってちょっと釣れたんやと思うわ。そういうことや。よいしょ、ちょっと充電しよう。充電でんでんでん充電でん。ねえかわいい、これもまたやっぱ現物見るとさ全部かわいいよね。ベリーベア、ベリーストロベリーベアでした。ではでは引き続き開封していきまちゅ、開封していきまちゅ。どこまで今開封したか分かんなくなってきちゃったよん。ドテテテンテテテテンテテテテンデ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 ラベンベンベン。ちょっと待って、花粉症の薬飲み忘れそうなのでちょっと薬飲みます。一旦薬挟みます。え、みんな知ってる？もうスギ花粉って飛んでるんだよ。私スギ花粉めっちゃアレルギーなんですよ。でなんか最近調子悪いなって思ったら、あのスギ花粉飛んでるらしいです。はい、オッケー、はい、オッケー、万全。お、着物キティちゃん、私は思ってる。え、お揃いじゃん、無敵です。これでそう、花粉情報、本当にスギ花粉やばいって人は気をつけて。そう、ハッピーセット今回ってか前回のキティちゃんがすごかったん。じゃあこれピンク袋3つ目。あ、ちょいちょいくしゃみ出るのはそのせいか。そう、そのせい。前年雨が降らなくて暑いと花粉がすごいらしい。え、それって今年ってこと？よかった、私はもう予防線張ってるのでこれ以上はひどくならない。
じゃあ当てていきます。当てていきまっちゅ。あー、お独特やぞこれ。羽生えとる。羽生えて、羽生えてなんか持ってる。羽生えてなんか持ってるって私わかんないよ。え、かぶった、もしかして。あのレインボー、レインボーですか。フェアリーキティちゃん、これ何持ってるんだろう。これ何持ってるんだろう。お、ん、お、ん、なんかぬいぐるみ持ってます。フェアリーキティかな。虹色ですか。せーの、パ。あー、かわいい。え、待って待って待って、私これかと思ったの、これかと、これかと思ったの。でもこっちの方だった。フラワーフェアリー、かわいすぎん、かわいすぎやがしゃーせんか。え、かわいい、かわいすぎやしゃーせんか。みんな魔法かけちゃうぞね。羽が似てる、かわいい。天使だね、天使みたいな、かわいそう。え、てか色味かわよ、色味かわよ、やっぱときめくな。じゃーん、しやすよね、かわいい。女児心くすぐる色してる。私心は女児なんでかわいいもの大好きです。すごい可愛いの出ました。天才的だな、最高、ありがとうございます。ここ確かに、ここまでノーかぶり、もうそろそろかぶってもいいよ、もうかぶろもうそろそろ怖くなってきた、こんなにかぶんないの。もうそろそろかぶりましょう。じゃあこれは本当に未開封、未開封オブ未開封のキティちゃんです。これはさ、もうさ、かぶってもしょうがないもんね。かぶってももうさすがにもうかぶるでしょっていうぐらいの域に行っております。だって私自分で第1弾食べに行った時、3つハッピーセット食べてかぶらなかったのよ。だから今のところすごいいい感じなんです。はい、ひぃひぃ、キティちゃんルームにしちゃう。開けます、触ります。ん、え、待って、なんか、ん、なんかさ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、え、なにこれ。あ、私の多分スタッフさんがテープで閉じてくれてる。ありがとう、ありがとうよ。え、なにこれ、ちょっと待って、わかんない、なんかリボンじゃないんだけど、でも肌触り違うのはなんでやろう。なにこれ、あ、やばくない。私さ、あのもうかぶってもええよって言った振りがまさかの命中。双子ちゃん、今日はだっていちごの日だもんね。じゃーん、かわいい、
これはこれ右フック受けてない、これ右フック受けてない、右フック受けてない、キティだ、じゃん、右フックくなってない、双子キティちゃんになったん、え、かわいい、いちご、かわいいね、やったー、というわけでピンクのピンクの袋はすべて開封いたしました、というわけで、だってすごくない？こんなにこんなに被らないの、かなりの、今 1,2,3,4,5,6 個、第1弾の6個で被ったの2個だけ、ん ?2 個 ?1 種類だけ、やばない？すごすぎる、だから今私は今すでに持っているのを含めたら 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10種類、10種類、お、あ、ピンクって第2弾だったのか、へー、あれ最初のやつって袋なんだったっけ、分かんなくなっちゃったよ、10種類、あと40種類とかね第2弾の第2弾のやつは確か紫と何だったっけ、うん、緑とか違うか、じゃーん、第1弾がねピンクとね赤だった気がする、じゃーん、5個では開けていきたいと思います、あ、すごい、これテープで止まってる、シャホー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 、君に決めた、ブーン、第2弾にポップコーンキティちゃんがあったんだっけ、テテテ、お、え、これなんやろ、え、わからん、お、ん、はい、これ何、これハイビスカス？ここなんだろう。え、なんだろう。ちゃんだ、わあ、こづちありがとう、かわいすぎー、そう、こっからは第2弾です、第2弾の速乾の第2弾、わあ、お花でした、お花キティちゃん、なんかこんな感じこんな感じガシみたいなキティちゃん出ました、じゃーん、かわよ、赤、なんかやっぱキティちゃんってなんか赤の服着てるの見ると、赤の服っていうかリボンが赤とかなんか赤のものを身につけてるとすごく思う、赤が似合うこのさ、あ、確かにこれもイチゴだ、今日めっちゃイチゴ出るんですよ、じゃーん、今日イチゴの日だからね、
ね、なんか一番さあのキティちゃんの良さが引き立つカラーじゃない、やっぱ赤って。なんかさ、わかる、このさピンクよりもさこうあの白さが目立つというか、この美しゅう美しゅう白猫の本領発揮してらっしゃいます。かわいいストロベリーフラワーちゃんゲット。お、めっちゃ可愛いなっちゃんおる。イエーイ、じゃーん。え、かわいい、かわいいがすぎて困っちゃうんですけど、困っちゃうんですけど、かわいいがすぎますって。はい、第2弾でございます。こちらちょっと肩に乗っけていきたいと思います。じゃあ次、お、なんか黒みが、黒み、え、こっちのハチちゃんもこっちにつけようかな。ハチちゃんもこっちに、どーん、ハチちゃんちょっと可愛いからここに、え、可愛い、可愛すぎ。シャッフルシャッフル、君に決めた、ぴゃん。あ、待って、これ未開封だわ。未開封は開けてみるのも面白い。ねえ、未開封先に開けてみるのも面白いんじゃない。ちょっと未開封なものが2つ入っておりましたので、未開封行ってみたいと思います。開けていきます。はい、ファーストチェック。あ、リボンな気がする。これはリボンですね。ノーマルな、ノーマルリボン、ノーマルリボンですよね。ノーマルなリボンですね。なんだろう、待って、めっちゃ可愛くない？絶対ドレス着てるよね、絶対ドレス着てるよね。優勝が決まってる。え、なにこれ、可愛いんだけど、フリフリドレス着てる、可愛い、見る、あー、え、あー、見て、みんなチークついてるんだけど、可愛い、バレリーナ、ちゃんと履いてる、手が込んでる、安心してください、履いてます。触り心地がすでに可愛いよ、名言。じゃーん、かわちー、ほっぺにチークついてる、安心してください、入ってます。かわいい、ドレス着てるやつ、これさ、紐に色ついてたりついてなかったりしてるんだよね。これついてるやつだ、かわいい、ピンクドレスちゃん来ました。じゃーん、じゃあ続いての、未開封開けていきまーす。ラスト2個ですね、ラスト3個目、カウントダウン。え、じゃあ今12種類コンプ12
12種類コンプです。今50分の、じゃんじゃん届きましたかって、じゃんじゃん、あこれも普通のリボンかもしれない、普通のリボンであるが、こっからなんですわ、問題はここからよ。お、ん？お、ヒントがない。ヒントがないぞ。ノーマル？なんかもうめっちゃシンプルなキティちゃん？めっちゃシンプルなキティちゃん来ましたか？形に特徴的なものがなくて当てづらい。わ、なんだろう。何？何？せーの、せーの。お？え？赤い。これ私のためのキティちゃんじゃん。この前配信で話してたよね、忍者のこと。忍者だ。え、かわいい。見て、よく見たらさ、後ろに刀刺してんの。何このギャップ、見て、結構ごつい刀背中に忍ばせとる。え、かわいい、かわいい、キリー。ピンク、ピンクの忍者ってセンスありますね、本当にキティ先輩。忍者でもう一番忍べなそうなピンクを選んじゃうっていう、さすがっす、さすがです、キティ先輩。こんな忍者は嫌だ。傾向、大喜利ね。こんな忍者は嫌だ。はい、蛍光色の蛍光色の服着て、めちゃめちゃ忍ぼうとしない人。まあ、キティ先輩は可愛いので、もう存在自体がもう忍べない存在なので、はい、可愛すぎて、これでいいんです。これでいいんです。レア感あっていいですね。これは陽気、忍ぶ気ゼロ、キティちゃんです。良いな、和の心、和の心。あ、違った、この子はパールだ。この着物キティちゃんとの親和性高い、高め。ちょっと忍者ちゃんはここに忍ばせます。いっちゃ目立つね。みんなの推しキティちゃんはどうですか？みんな今のところどの子がお気に入り教えて。ラスト2個になりました。あ、これが一番好きかも。良いね。みんなどれが好き？みんなどのキティちゃんが好きかな？忍者忍べやな。ピンクくまさん8。スカートのキティちゃん。ストロベリー。バレリーナ、いやねえ。ねえ、みんな、あ、来た来た、よかった、よかった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 。夏キティ、夏キティ、このコメント来るかなとか思ってちょっと試したんやけど、
試したんやけど、みんなが結構ずるっ、泣けねえな。クライミーのシルバーリモンのキティちゃんかな。夏キティ、夏キティ、あ、もうみんな思い出したかのように夏キティって言うんじゃないよ。面白い、悪い人、悪い人、うんうん、悪い顔、悪い顔キティ、うんうんうん、真ん中の黒い猫一番よく喋るなって。面白い、よく喋るな、よく喋る猫だなって思ったでしょ。喋るよ。じゃあラスに何が出てくるかな、いきたいと思います。どんでんどんでんどんでんどん、ファーストファーストタッチ、うん、お、リボン、リボンですね、リボンがついています。待って、リボン以外に特徴がつかめない、リボン以外に特徴がつかめないぞ。お、え、何、何ですか。え、何ですか。かわいいって、メガネパイセン、メガネ、かわいい、お、土曜日会いに行きますよって待ってます、楽しもうね。オールドスタイル、シンプル、ほう、おお、え、これ何キティちゃん、これ何キティちゃん。あ、チャッキー、違うか、チャッキー、チャッキーではない、え、わかる、チャッキーって、でもチャッキーじゃないよな、こんなポップなチャッキーいないよね。メガネだ、うわ、めっちゃ懐かしい、キティちゃんのリボンついてる伊達メガネめっちゃ流行った、うん、中学校ぐらいの時めっちゃ流行った、こう猫の形でキティちゃんのリボンついとって、え、めっちゃ流行った、あとハート型のサングラス、ハートの、ハートの形の、昔を思い出すキティちゃん、確かにこの、このメガネだ。かわいい、やっぱ50周年の中に、50周年の中に歴史が詰まってるんだな、こう私の世代のキティちゃんで、私はチャッキ、チャッキティ、チャッキティと名付けました。でもこれ何なんだろう、正式名称なんなんやろ、かわいい、え、だよね、思った、そう、さっきコメント欄で見つけた、あの色使いがね、元祖って感じ、一番元祖だよねこれ、この色、このイローリングってカラーリングと色がちょっと混ざっちゃった、このカラーリングがもう間違いなくキティちゃんの良さを引き出す、最高やな、ジャッキティです、ジャッキティでございます、かわちいんだけど、あ、メガネ、メガネキティ、シンプルにメガネキティ、なんか他にもさ、結構さ、メガネ以外にもツッコミどころ多いけどさ、メガネキティなんだ、かわいい。というわけでラスイッチ、こんばんは、あと、ありがとうございます、皆さん、ではラスト、ラストです、何が出るかな、読めないね、最後まで何が出るかな、ジョ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 ンジョンジョ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 ン、
え、リボン？え、なんだろう。あのね、背中には何にもついてない。リボンはノーマルなのかな。はい。何？本当にシンプルなキティちゃんかな。欲しいって。キティ先輩にリボンがないこと、なんかね、リボン以外の何かをつけていることがある。あら、すごいなって、なになになに。待って、これ欲しいって言ってたやつ。おしゃれキティ、千鳥帽子ね。これがさ、なんでなんでこれがさ超可愛いかって、みんな近づけて見せるよ。見て、まつげ生えてるの。これまつげ生えてるの。え、多分さ、どうなんだろう、今回の50種類の中で唯一なんかな、唯一なんかな。まつげ生えてるの、かわいい。え、待って、しかも、ね、今日の私と今日の私とマッチしすぎじゃない。もう肩に乗っけて歩いててもおかしくないぐらい仲良し。え、すごくない？だってさ、かぶってるのがこの2個1イチゴだけ。すごーい、ワンかぶり。最後の最後に当たっちゃった。わーい、松エクキティ、松エクキティと名付けようか。え、これやばい。ちょっと黒のバッグとかにつけたらおしゃんだわ。じゃーん。かわいい、かわいい。というわけで、全何種類ゲットできたのかな。え、またちょっと、もしかしたらキティちゃんがこれだけじゃないかもしれない。またファンの方から届いたらまた報告します。本当にみんな、今まで送ってくださっている皆さん、ありがとうございます。めちゃめちゃ大満足、大満足、ありがとう。こんなに入手するの難しいのにみんなこんなに送ってくれてありがとう、ありがとうございます。私のキティちゃん集めに悔いなし、ありがとう。キティちゃん入れられる、キティちゃんもちろんですわよ。ずっとこの中に保管してた、開ける前も。ありがとう。というわけで、今現在 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1550分の15ゲットできました。ありがとうございます。スクショタイム。え、ちょっと待って、可愛く並べたい。ちょっと並べていいですか。並べちゃおう、可愛く。
クショ、可愛くスクショしてもらおう、みんなに。どんどんでんどんでんどんどんでんどんでんどんどんでで、どんでんどんでんどんでんどんどんでんどんでんどん。え、なんかさ、これさ、突っ張り棒にさ、確かに突っ張り棒でさ、これ全部紐通してさ、開けたら超かわいいね。え、それしようかな。どんでんどんでんどん。もう第1弾とか第2弾とか分かんなくなっちゃったよ。忍者がすごい、カラーリングがビビッドなので頂点に置いてみました。あ、これちょっとむずいかもしれんな。ありがとうございます、皆さん。ちょっとこの辺は原色キティで集めてみよう。色味をね、色味を合わせて感じで。ここに入りきるかな、入りきるかな問題よね。かわいいでしょ。ハローキティマイメロ、かわいいかわいいかわいい。フェスティバルお祝いしましょう、かわいいフェスティバル、世界の人すべてにありがとう。お、二つはなっちゃんの両耳に、いや、それありだな。じゃあちょっと色が、色味がいい感じの、いい感じの二つは私の頭に。すごっ。稲葉物置、稲葉物置。100人乗っても大丈夫なやつやん、これ。
よいしょ。はい。やばい。キティなだれが起きてしまう。やばい、今神のバランス、今神のバランス、神のバランスです。はい、みんなみんなスクショタイム。はい、じゃんじゃん。待って、浴衣のが映ってない。あ、待って、こんなところにウェディングキティちゃんいる。ウェディングキティ、ウェディングキティ、うつで。はいはい、神のバランス、はい、神のバランスです。今こちらただいま、なんでこっちに置きたい。そう、ここここ、来た来たー、じゃんじゃん。かわいい、かわいい、キティちゃんです。え、ちょっと私も写真撮ろう。みんなちょっと写真撮ろう。これはみんなかな、みんなが食べて送ってきてくれたやつ、ほぼ。すごい。取れました。素敵、ありがとうございます。皆さん、このようなこのような結果になりました。じゃじゃじゃーん。うわ、これ、ここ、あ、おけんか。ここのバランス感覚大事なんだよな。なだれ、なだれが発生する。おお、来た。ああ、ありがとう。全部ここに乗っけたい。できた。できた。はい。はい。はい。はーい。できたー、すごーい。皆さん、これが、これがキティちゃんタワーでございます。やばい、もうこれ以上触ったら崩れてきちゃう。何人乗っても大丈夫、
マーメイドキティちゃんない。マーメイドキティちゃん、マーメイドキティちゃんもあるのか。こんばんはです。いや、くるみちゃんすごいよな、支えてくれています。やばー、ちょっと待ってよ、このさ、このリングにさ、あれリングが行方不明になっちゃった。あれ、収納していたリングが行方不明になりました、なりました。タッタカタッタッタ、ありゃ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 、どこ行った、どこ行った、だおいで。アンピー思い出した。え、アンピーのさ、あのクワッスさ、すごいよね。あれどうやって止まっちゃったんやろ。あれ、あのクワッスの置き方伝授してほしい私に。あった、じゃん。芸術、芸術やったよね。じゃあこれに全部通していきますね。みんなの推しキティちゃん見つかりましたか？縁起良さそう。いや、縁起絶対にいい。間違いなくいいよ、間違いなくね。え、ありがとう。あと2つ送るよって、嬉しい、楽しみにしてます。私は気づいてしまった、めっちゃいい、めっちゃいい収納方法、気づいてしまったかもしれん。ひらめいた。ねえねえねえ、こうしてさ、こうしてこうをつなげたらさ、あ、でも顔が見えないのか。顔が見えないからやめた、やめぴー、やめぴー。作戦結構なし。はい、作戦結構せず。まだ色がさ、いい感じにさ、グラデになるようにいきたいよね。これ今いい感じの色味じゃない？ピンク系、ここピンク系挟む。こうかな、こう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 きて、こうか、こうきて、ちょっと待って、あのすごいわこれ。ピンクはこれクマです。ストロベリー、ストロベリークマちゃん。待って、すごい。ちょっともう色味わかんなくなっちゃったな、色味わかんなくなっちゃった。思うがままにかけていくわ。あー、はじめましての方、はじめまして。 STU48 のわだなめなつきでーす。
こんにちは。じゃーん。おじゃーん。おじゃーん。おじゃーん。なんかもうこれが一つのカバンみたい。私の最先端バッグよ。じゃん。もう見てこの密度具合、この密度たまらんね、たまりませんね。じゃん。キティちゃんの大群です。かわいすぎー、ありがとう。みんな見てくださってありがとうございます。キーホルダーにしたらって、キーホルダー、キーホルダー、キーホルダーをキーホルダー、え、これってこと、これを丸々ってこと、おもろ、ありかも。確かにエンジン仕組んでるキティちゃん感あるわ。あースマホにぶら下げます。スマホよりでかいんよ、スマホよりでかいのよ。ウケる、鍵めっちゃ持ってる人みたい。確かに。じゃーん。というわけで開封はこれにて終了。皆さんありがとうございます。見てくださって、昔の JK のガラケーこんなんだったよって、やばっ。え、ほん、あ、でもなんか、あ、でもなんかわかるかもしれない、なんかわかるかも。憧れてたけどなんかできなかった。私はちょっと待って待って、いきなりカメラのタイマーがついた。じゃあ今日の配信は33分に終了したいと思います。あっという間でしたね。皆さん楽しい時間はあっという間、送ってくださった皆さん、そう、ありがとうございます。すごい、まだ今送ってるよっていうこともいるみたいなので、またそれ届いたら連絡します、連絡しますっていうか見せます、配信で。なっちゃんちサンリオ計画順調に進んでる。そう、なんかさ、お家にあるさものがだんだんね、あのサンリオ、特に黒み商品がね、いい感じに揃ってきて、ちょっとこう見渡した時に結構な黒みよ結構な黒み度はい、ありがとうございます。ね、また届いたら嬉しい、嬉しいですね。うわ、 3X って夏、あのリラックマとかでしょ。あれ、スヌーピー、スヌーピーは違うか、スヌーピーは 3X、 じゃあピーナッツやわ、ピーナッツ。足びらこ、キティ、クロミちゃんどんどん増えちゃえって、うん、増えたら幸せ。あとスヌーピーも好きです。キティちゃんを腰のベルトに吊るしてみてはいかがでしょうか。それは新しいファッションの、確かに新しい。リラックマ、リラックマさんは神。リラックマね、私あの黄色い鳥可愛いなって思う。黄色い鳥、え、でもなんか新しく出た小熊さんみたいなやつ可愛い。スヌーピーメモメモ。そう、お誕生日にさ、なんかすごいさ、スヌーピーのなんかカスタマイズされた T シャツを送ってくださったファンの方がいて、そう、今大事に保管しとるんよね夏になったらめちゃ着ようと思って、今ね暖かくなるのを待ってます。それまでもう鑑賞してる、多分オーダーメイドっていうか作ってくれたんよね。
なっちゃんはキャラクターの悪は好きそう。ドロンジョ様とかバイキンマンめっちゃ好き。私ねアンパンマンに関してはカビルンルンが好きです私あのアンパンマンで一番可愛いなって思うのはカビルンルン、うん、カビルンルンが好き。なんかねちょっとこうなんか影のあるキャラが好き。あのロールパンナちゃんとか、ロールパンナちゃんとか、なんかテッカのマキちゃんとか、なんか黒めのやつが好き。黒いカラーリングのが好き。渋いってカバオくん推しです。カバオくん、あのうさみ先生とかじゃなくて、うさみみ何やっけ、うさこ先生やっけとかじゃなくてね。カバオくんってさ、なんかガパオライスみたいだね。カバオライス、なんかカバオっていう文字列見てすごいガパオライス食べたくなった。真っ黒クロスケ、え、真っ黒クロスケもめっちゃ可愛いって思う。ときめく。こんばんは。夏に販売されて一瞬で売り切れた。お、クロミエンジェル、エンジェルシリーズのクロミちゃん再販あったの？へえ。今度送るねって。嬉しい。そう、あれね、すんぐ売り切れたよね。エンジェルシリーズ可愛いよね。いやー本当にサンリオさん憎いほどいい商品出してくるけん本当に嬉しい。楽しみに待ってる。ガパオライスの口になりましたでしょ。うわ待って、ハウルのカルシファーめっちゃ好き、めっちゃ好き。この前さ、なんかカルシファー、なんかジブリどんぐり共和国あったら絶対私入っちゃうのよ。なんかカルシファーの鍋みたいなのが売ってて、うわ買おうかなとか思ったけど、待てと思って。鍋はいっぱい、あ、鍋じゃない、フライパンカルシファーのフライパンが売ってて、でフライパンいっぱいあるかなって思ってやめた可愛すぎん。でもね、なんか私の家系はそういうの好きなんと思う。だって私のお兄ちゃんね、カルシファーのトートバッグ持ってるもん。お兄ちゃんのお気に入りのトートバッグカルシファーそう、可愛すぎて使えんしね。なっちゃんに送る楽しみ見つけました、待ってます。え、あさってからサンリオとスイマー、待って、スイマーってあの私の幼少期時代、私の女児時代を語るには外せん、あの雑貨屋のスイマー。待って、なんかスイマーって一回なくなってさ、また復活したんだっけ。なんかそうだよね、やばい、私めちゃめちゃスイマー大好きだった。とりあえずショッピングセンター行ったら、ショッピングモール行ったらスイマー、なんかビレ版の中にスイマーがあったんですよ、私の地域。そう、めっちゃ行ってたな、懐かしい。それは天才。今日の外話好き、ありがとう。フライパンいっぱいある、あ、なんかねでっかいのが一個あるけんさ、そう頭抱えちゃうね、本当に可愛いものがいっぱい。そう、スイマーなしでは生きてけんかった。いや本当に、あの私、あの電子辞書って懐かしくない、あの電子辞書のさ袋、今でも思ってる。ちょっと待って、持ってきていい？あのスイマーっていう昔雑貨屋さんがあって、なんかすごいなんか奇抜なデザインの、その当時流行った柄のなんかすごいちょっと派手な感じのちょっと見てほしい。今思ったけど持ってるわ私。
これ何年前のものなんだろう、ちょっと持ってくるね。めっちゃ可愛いから、ほらもうすぐ出てくる。え、可愛い、ほら見て、スイマー。え、これさ、スイマーの、スイマー全盛期の、スイマー全盛期の時のその時代の代物よ。これ結構化石。これは電子辞書入れてました。これは巾着、可愛くない？タオル地のうさちゃん、うさちゃん、いちご持ったうさちゃんで、黄色で中が紫っていう、可愛いで、見てほしい私の電子辞書、世界一可愛い。いくよ、みんなが思ってる電子辞書の色何色ですか？うえ、お誕生日に送ったアルバム紙袋に入ってなかった。ええ、思ってた、思った思った、スイマーの紙袋、私のお家の紙袋を、なんか綺麗な紙袋を入れるあのやつに入れました。そう、スイマー、え、思うやん、なんか黒とかシルバー、シルバーは違うか、白とかじゃん、シルバーかブラックとかやん、私はちゃうんよ、見てピンク。やばない、やばかわじゃない、これ私の電子辞書、これがこれに入ってんの、天才的に可愛いでしょ。もうすんごい、誰よりも電子辞書可愛い自信あった。可愛くない、めっちゃピンク、これビビッドピンクです。懐かしい、電源入んないわ。だってさ、こんなんさ、こうやってさ、学校でこんなんやるったらさ、 DS とか思うよね、こんなタッチペン DS とか思うよね。 DS じゃ、え、なんかすごい割れ方しとるんじゃけど。え、そうそうそう、え、なんかさ見て、すんごい亀裂の入り方してる。ね、てか私ここに電子辞書持ってきてたんだと思って、なんか今すごいツボってる。なんで私はここに電子辞書持ってきたんやろ。でもね、これ電子辞書ってなんかね、ゲームとか入っとって面白いんですよね。ちょっと充電させてみようかな。あ、これ結構簡単に充電できるやつだ。ステッカーとかは貼ってなかった、もうこの色が可愛すぎて。鬼滅の刃、え、見て、私のさ、なんか、なんか S とか、S めっちゃ売ってない私。私 S、S なんか検索しすぎじゃない？S だけえぐれてるんだけど。え、でしょ？かわいいよね、これ。キーパッドがグレーで、ピンクなの。かわいいでしょ。渡辺夏樹の S だけど、まあ、一応入っとるっていう。X ワード。EX ワード。ゲームに使うかな。そんな、これクイズとかなんかあった気がする。それかな。あ、カシオの電子辞書です。かわいいでしょ。私のこれに、これをスイマーの巾着に入れて使ってました。夢かわーで、学校はもう紫のリュックで行ってました。そんな学生時代、やばない？超夢かわ。紫のバービーの紫のラメのリュック。えぐ目立つ。いやでもね、私がね、学生時代使っとったね、バッグ本当に可愛いから。
え、浮いてなかった、全然浮いてなかった。そう、みんな受け入れてくれてた。だってもうそんな感じのものとかをみんなタンプレでくれるしね。みんなね、もう私が好きな色味とかはなんかもうみんな把握してくれてた。そうだから、あの大人になったのよ私私大人になったのよ。そう、なんか小さい頃は夢かわいいにハマってまして、でもやっぱいつ見てもときめきますね。なんかね、かわいいでしょじゃん。え、今はもうないかも。でもね、バービーのねリュック、え、めっちゃかわいいんよバービーのリュックね。リュックラメって検索したら多分出てくると思う。出てきた、出てきた。あれ、私が持ってたのって違ったのかな。もういにしえがいにしえすぎてないかもしれん、存在してないかも。ん？え？かわいい、バービーのリュックサック豹柄とかもあるんだけど。竹下通りとか仙台街にいそう。いや、なんかね、そういう人たちに憧れとった。うん、公認のえぐれない同じ学生時代歩みすぎてて好きって懐かしい。お、バービーリュックラメ入り。え、ほら、なんかやばくない？リュックにラメ入りって、ラメ入りっていうさ言葉をさリュックに使うって結構すごいよね。ラメ入りリュック、パープル。え、でも私が使ってたやつ出てこないよ、なんでだろう。めっちゃ覚えとるのに、めっちゃ覚えとるのに、形まで、形と色まで覚えとるのに出てこん。めっちゃ前に廃盤したんかね、廃盤になったんかね。そうかもしれん。なっちゃんってアングリーベイビーの人形持ってそう。持ってるよ、持ってる。うわー、めっちゃ調べたいけど、調べてるけど出てこん、出てこんすぎてもどかしい、とってももどかしい。私の紫のやつって限定色とかだったんかな。うわ、高校の頃私のカバンっていうリュックがめっちゃ欲しかったことを急に思い出した。待って、なんかそれめっちゃわかるよ、私のカバンって。え、その当時の写真か、ちょっと探してみますわ、探してみます。え、私のカバンってめっちゃ流行った。私のカバンこれね、使ってた人いたわ。こう目玉焼きにさ、目玉焼きのやつ、うわ持ってる人いたね、懐かしい。ここまで来ると見たいよね。私も、もう私も出てこんもんかねって今思っとる。バービー、バービーリュック、ラメ入りっていうの、ラメ入りっていうものはね存在してるんだけど、私の持ってた紫のやつが出てこない。
まあだって何年前って感じじゃもんね。何年前ですかっていう話ですから。もしかしたら私の記憶がもう違う、記憶違いかもしれん。バービーのリュックじゃないかもしれんけんね。それだったら本当にごめんって感じもしかしたらバービーじゃないかもしれん。いやでも絶対バービーなんだよな。お、あ違う、ないですね、もしかしたら存在してないかも存在してない。あった待って、これこれですわ。うわこれ、ネットで検索したら出てきた。でも多分これ誰かが出品してる写真だ。おそらく。すごっ。じゃあ誰かが出品してるってことは、同じ時代に誰か使ってたってことだよね。使っていた人が存在するということ。すごい、エモすぎ。それはエモすぎだって。これこんなパープル味のやつ。すごーい。私のリュック唯一、これ中やばくない？中めっちゃピンク。これめっちゃ可愛いのよ。素材がちょっとデニム生地なんだけど紫で、そのデニムの素材にラメが練り込んであるので、キラキラしてるっていう、可愛すぎる。これはカバン屋さんで見つけて一目惚れした懐かしいてか私のカバンが懐かしすぎるな。あとなんか私の高校時代はすごいアディダスのなんか四角いリュックがめっちゃ流行った。はい、アディダスの四角いリュックがめっちゃ流行って、私それもなんか青紫みたいなの使ってたわ。なっちゃんピンク好きだったのって。ピンクというよりかなんかその時の私は紫がすんごい落ち着く色だったの。だからなんか謎に多分このリュックに出会ったけん、なんか買ったことがあるリュックが、まあ、黒か紫やね。めっちゃ流行ったよね、四角いアディダスの長方形のやつ、バッて開けるやつ。懐かしすぎうわ、関係リュックね、流行った。懐かしい。髪の毛も紫。あ、でも紫はあるかも、したことって言ってもなんかもう黒にほぼ近い、黒に紫がちょっと混じってるみたいな色です。電子辞書もピンクだったし。そう、なんかビビットピンクと紫の組み合わせがほんまに好きで、やけんこのリュックはもう本当にドツボだったの。なんか肩紐が壊れるまで使いよった肩紐が壊れるまで使ってました。じゃあ今日はこの辺で配信終了したいと思います。みんな見に来てくれてありがとう。ではダンジョン見ます。13位カズヤンさんありがとうございます。12位ガモーさんありがとうございます。11位ユナくんありがとうございます。10位モッキンバードさんありがとうございます。9位焼きそばさんありがとうございます。8位リチャさんありがとうございます。7位おいもちゃんありがとうございます。
6位タイムファイヤーさんありがとうございます。5位ジトクさんありがとうございます。4位ハイキーさんありがとうございます。3位山勝さんありがとうございます。2位電化会さんありがとうございます。そして第1位ゴジラさんじゃなかったね、ゴジラさんって読んじゃったんだけど、ジョージさんありがとうございます。ジョージゴジラさんありがとうございます。では皆様今日も一日ありがとうございました。今日も配信楽しかった。解明ってほんま勝手に解明しちゃった、ごめん。じゃあ明日はゴジラマイナスワン見てない、見れてない、今やってるんだよね、見れたら嬉しいな。じゃあ明日はお昼配信しようと思います。明日はお昼配信をしますので12時に会いましょう。それではまた明日のお昼に会いましょう。12時に会おうね。あ、こんばんは、クロミちゃん好きなんですか。大好きです。20日2度現れていい、もちろんさ。では配信最後のあっち向いてほい、いきますよ。せーの、あっち向いてほい、上。ではありがとうございます。おーやー、明日はお昼の12時から配信します。